2021年6月26日広島県 TS 高田サーキット。全国各地で催されている参加型のドライビングイベントが新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け今年初めて開催された。ポテンザサーキットミーティング2021 TS 高田。会場にはポテンザ、プロドライブといったブリヂストンブランドのブースが設営され、最新アイテムがずらりと展示される。間近に見ることができる絶好の機会だ。協力各社のブースも並ぶ。今回はクスコがサスや LSD レーシングギアを、プロジェクトミューがブレーキパーツやノベルティを展示していた。これがローターを熱い時に外す工具で安全に外せるっていうのがいいです。まずキャリパー外す時に、これローレットを切ったんですけど、中がザグリが深いので、今いっぱい回転させないと止まらなかったんですけど、 2,3 回転で止まります。手でこれ86用なんですけど、86のフロントのロアアームに引っ掛けるんですよ。で86は S 字フックでキャリパーを置くと、このローターちょうどここら辺にかかって邪魔なんですね。なんで一番邪魔にならないところに高さ調整してあって、でキャリパーをここにぶら下げるんですよ。でキャリパーを取ったら、このフォークを使ってこう、ちょっとこれ今キャリパーがありますけども、イメージ的にはこのベンチレーテッドのところに刺します。で引き抜くんですけど、ローターが中空の状態で置けるんです。ディスクが直接地面につかない。このイベントはフリーランクラスとレッスンクラスに分かれるが、いずれもゲストドライバーによる先導走行やドラポジ講習、座学講習が用意され、参加者それぞれの走りをチェックしての講評も行われる。協力各社のデモカーによる道場走行も人気だ。では道場走行の有効活用術を4人のプロドライバーに聞いてみたい。皆さんこんにちは、2020年 86BRZ レースチャンピオン久保凛太郎です。よくこういった走行会の、インストラクターなどもさせていただきますが、参加されている皆さんでもったいないなと思う場面多々あります。よくハンドルいっぱい切ってくださいねって言うんですけど、ポロッと言ってるんですけど、実はすごく大切なことで、皆さんが思ってるよりもハンドルっていっぱい切っていいんですよ。でいっぱい切った分、タイヤがしっかりとさらに曲がろうっていう力を作ってくれるので、さらっと言って、しかも、大体僕の横に乗ると、そんなにハンドル切っていいんですねっていう方多いんですよ。なので、ハンドルはとにかくいっぱい切るっていうのは、どんな車種でも意識してほしいなと思います。僕らの横に乗ったりとか、僕らがお客さん車運転したりするときに、だいたい一発目のブレーキバーンと僕らが踏むと、うわっそんなにブレーキ踏んでいいんですかって言ってびっくりしちゃう。でそれでびっくりしたで終わっちゃうんで、そういうもんだと思って横に乗って、欲しいのと、あともう一個だけ、僕らが例えば皆さんの車を運転するときに悩み事をすぐぶつけてください。僕はここのコーナーがこういう感じでうまくいかないんですよってすぐ言ってくれたら、少ない時間の中でも、あ、ここはこういうふうにやったらいいんですよっていうのをすぐお伝えできるので、なんか1周2周バーって回った後に、いや実はあそこ悩んでてって言われると、あ、じゃあこういうふうにできたのにと思うことがあるので、ぜひ道場走行してもらう時には、自分の悩み事はすぐ言ってあげると、その運転するドライバーがそれに合わせた運転をしてくれると思うので、ぜひそんな風に、皆さん、僕たちの技を盗んでもらえたらなと思います。もちろんね、ステアリング操作だったりとか、ペダル操作だったりとか、やっぱり
見るのも大事なことなんですよ。でもそれで全て分かんないじゃないですか。やっぱりこうその見たところであすげえなっていうのになっちゃって、でできたらですね、その映像っていうのをやっぱりこう自分でその自分の運転の仕方とその、まあプロの運転の仕方を後でやっぱりこういろいろこうそのまあ例えばできるんだったら、まあパソコンかなんか持ってきてそこでやっぱりこう自分で、見てみるとかね、そういう風にするとすごく分かりやすいんじゃないかなと。でそうした時にもっと突っ込みたかったら、あの呼んできて、僕はこうなんです、そのなんでこういう風になるんですかって言って質問をすれば、それに対してやっぱりこうそのちゃんと答えるの でそれプラス例えばその、まあ、レブスピードの映像とかあるじゃないですか、そのプロが乗ってる、そういうのもなんとなくこうそのいろいろ研究していくと理解するようになるんで、だからこの3つをいかにやっぱりこう自分なりにこう、マネージメントしながらやっぱりこうやるかっていう。多分横に乗って皆さん助手席でこのフルブレーキの時にこのドンとこう来るので、それは多分感じ取れると思うんですけど、あの結構僕は重視してるのは、まあ、その踏むことも大事なんですけど、そこからこのブレーキをこう抜いていくコントロールがとても、まあ、難しくて、まあ、そこがすごい奥が深いところだと僕は思ってますので、あの、まあ、踏むことよりもそのブレーキをどうやってこの抜いてコントロールしてるかっていうのをちょっと難しいですけども、まあ、その辺をちょっと感じてもらえたらなと思います。パンと離すんじゃなくてじわっとこの僕はその、まあ、車を、まあ、タイヤを転がしながらなんかうまくこう抜いていくっていうのもちょっと意識してもらえたらと思います。であとそのハンドルの切り方もまあ同じで、まあ、皆さんこう切るのはこうできるんですけども、で切った後のこのアクセルとこの連携したこの戻し方とか、まあ、その辺もとても難しいところだと思いますので、ちょっとそのブレーキを踏んだら戻す、ハンドルを切ったら戻すっていうのもちょっと意識して、もらえるといいかなと思います。自分の車を僕が運転する、こういうことってあまりないと思うんですね。僕でだけではなくプロドライバーが運転することっていうのはなかなか、機械的に少ないと思います。そこでですね、皆さんがプロドライバーに何を見てほしいかを、車の運転だけではなくて車の自分の車ってどういう風な性能があるのとか、どこをいじれば、どうなるのっていうのを見てもらいたいなと。で僕らにどんどん質問してもらいたいなと。いわゆる僕らは、レースでも、車の弱点だったり弱いところ、それを強くしてってレースに勝つっていうのも一つ、その運転スキルだけではなくて車を、チューニングしたり調整していくっていうのに、まあ、優れてる。そこでですね、僕の車はどんな感じっていうのを助手席に乗ってもらったらすぐ僕に言ってもらう、プロドライバーに言ってもらう。ブレーキのそのパッド選び、サスペンション選び、シート選び、いろんなものがあると思うんですけれども、まず僕の車はサスペンションがこうちょっと、つけたばっかりだからどんな感じっていうのを聞いてもらって、まあ、車高がこうだよとか、アライメントがずれてるよとか、もう少しね減衰力を高めた方がいいんじゃないっていう的確なアドバイスが、プロドライバーから聞けるはずです。そういう機会にぜひね、その運転だけではなく車のセットアップも僕らに聞いてもらいたいなっていう、思っています。プロドライバーの講習で特に重要なポイントも聞いてみる。特に、まあ、自分が強く言うことっていうのはやっぱり基本的にブレーキの最初の強さですね。最初の強さイコールそのブレーキって例えばその踏もうと思って
聞き始めるまでの時間、そこってやっぱりこう意外と時間かかっちゃってるんで、その速さですよね。でそのやっぱりこうその聞き始めるまでの、スピードとでマックスまで持ってくる力の強さですよね。でそれによってやっぱりこうそのできるだけその、遊んでる区間っていうのを短くして、早めに聞かせて、早めに車速を落として、で、早めにこうリリースしてコーナーにこう入っていくっていう、結局その突っ込めば突っ込むほどいいんですけど、やっぱりこうその結局やっぱりこうね、思った以上にオーバースピードになっちゃうパターンっていうのが多いので、遊んでる時間のをいかに詰めるかっていうのは、まあ自分の中でのポイントかもしれないですね。まあ僕はタイヤの、使い方だったり、まあ上手な使い方ですね、そういうのを話してるんですが、まあタイヤの使い方ってそのいろいろドライ、すごく暑い日、寒い日、雨の日、いろいろその路面によってタイヤの、美味しいところだったり使い方が変わってくるんですけれども、その中で空気圧の僕は結構話をしてます。その空気圧っていうのはその車高を1ミリ変えたりする、減衰を何クリック回したっていう以上にすごく反応します。ただそこはすごくね、皆さんあんまり注目してないポイントなので、そういうところをねしっかり座学で聞いてもらって理解をして、タイヤとね車をしっかり理解してもらうと、もっともっと車の運転が楽しくなりますし、走行会がね楽しくなると思います。走る前佐々木選手のタイヤの使い方講習、一部を抜粋してお届けしよう。優秀ですね、皆さんほぼ全員の方がやられてます。冬の路面温度が低い時はちょっと上げ気味にしてる方が、スタートからねその走りやすいんじゃないのかなっていうふうに思います。でさっきとはそれ逆で、今日は、粘接地、粘接地のことをしていくと局部的にタイヤが温まりやすいですね。そうするとそこでのグリップがかなり発生しやすいので、グリップするなってまた垂れてるかなと思ったらピットにして、また自分の好きなやつに合わせるっていうのが大切だと思います。での方はこの分のやつを少し下げる、4駆も同じですね。4駆の方も少し、この分のやつを下げてあげたりすると、コードが入りやすくなるし、コントロール性がいいんじゃないかなと思います。ね、デモカーは先導走行、同乗走行、タイムアタックデモランとフル稼働。とりあえず現状は、ブーストアップする装置で、1.8 台までブースト上げてます。あとサスペンション、今開発中のサスペンションなんですけど、今はストリートバージョンの柔らかいバージョンで、今日走ったレートは8キロ8キロですに、クスコさんの、スタビライザーを追加してます。もうちょっとリアが硬くてもいいかなっていうその乗ったドライバーの評価なんですけど、街乗りとか群載にはこのぐらいでいいのかなっていう気はしてます。ポテンザの 12D の26535サイズにプロドライブの9半の18インチのホイールついてます。あと室内は、うちのシートベルトと、うちのハンドル、ボスハンドルと、ブリットさんのシートってところですね。まあすごくリーズナブルにできてると思います。こちらは、コンピューターで、ブーストを上げてます。約ノーマルの倍出てます。ダイナパックで340ちょいかな出てますんで、まあまあパワー上がったかなって感じですね。あと、うちの足、スプリングレートが、フロント12のリア16なんですけど、こちらもやっぱりストリート用なので、ドライバーからはアタックするんだったらもうちょっとリア硬い方がいいっていう評価です。ただ本当に街乗ってて快適に走りたいので、まあ、このぐらいがいいのかなっていうのと、もう20キロ越したバネレートにしないと収まりもつかないので、もうそれはその辺のところはもうアタックの時にだけ変えてこようかなっていう。
名物のポテンザ装着デモカーによるタイムアタックが始まった。異なる車種や仕様にするなど大人の配慮がなされているが、ゲストドライバーの面々はガチに勝負したがる。まずは佐々木正宏がブリッド ND5RC ロードスターと RE71RS の組み合わせで挑む。72秒772位はフットワークチューンのみの ND にしてはとても速い。続いては久保凛太郎がプロジェクトミューの86でアタック。 86BRZ レースの初年度に山野直哉選手がチャンピオンを取った86レーシングそのもので、それをベースにチューニングが施されている。こちらもRE71RS を履く。63秒383、道場走行での酷使が響いたようだ。おじいちゃん、アクセルとブレーク間違えないでね。おじいちゃん、いや山田英二はクスコの GR ヤリスでアタック。フットワーク主体のライトチューンで LSD はリアのみ装着。タイヤは RE71RS だ。佐々木正宏にはどんな状況であれ本当に負けられないとマジに思っている。ちなみに TS 高田はこっそり走り込んでいる方だ。渾身の走りで60秒フラットを刻む。アピールは半端ない。蒲生直哉はオートプロデュースボスのスープラ SZ と RE71RS の組み合わせ。
18秒737のアナウンスに会場がどよめく。きっと山田先輩には申し訳ないと思っているはず。そして最後は再び佐々木正弘。オートプロデュースボスの GR ヤリスは RE12D を履く。これは期待できそうだ。ラジアルでの58秒124はかなりの好タイム。ユーズドでなかったらもっと出ているだろう。タイヤサイズの違いだけでこんなにタイム差ってことですかね。まあそうですね、腕の違いが一番大きいですよ。まあ本当にキャノスさんのやつはノーマルに毛が生えた、要は 71RS でタイムアタックしたタイムなので、まあ僕の例は60秒全然切っちゃうと思うんですけれども、まあ、先輩でも60秒前半出るっていう、まあ、すごい仕様だなと思います。はい、皆さんやっぱりね、状況をわきまえないとダメですよね。一応そのね、後輩に当たるんですけど、先輩に対するこういうことは絶対思えないですよね。仮にそうだったとしても普通言えないじゃないですか。まあ、それを言ってしまうね、このね、つなぎまくろってもう本当にイラつくな、本当に。はい、悔しいでしょ。いや、めっちゃ悔しいよ。めっちゃ悔しいよね。俺に乗っててくれって感じだよね。参加者に 71RS のコメントを聞く。この車はどうしても車重が1500キロ超えてちょっと重たい車なので、あとパワーがあるので、どうしてもちょっとタイヤがのグリップがある程度欲しいなって時に、まあ、この 71RS でしたら結構曲がっている時のタイトさといいますか、まあ、クイックという感じというか、まあ、重たい車重の割には結構曲がってくれるようになったので、まあ、前の S007 はだいぶちょっと中古タイヤで、まあ、年数も経ってたんですけど、今回新しく買ったので結構その食いつきが全然違うのと、まあ、ちょっとそうですね、空気圧を調整しながら走ってたんですけど、まあ、ベストタイムを1秒くらい更新したりとかして結構その、まあ、食いつきも良くなって、まあ、結構手応えを感じてます。結構グリップ力が高いなと思うのと、あとそのタレがピークが結構来ない、来ないって言ったらおかしいんですけども、1本走る間で最後の方アンダーが出るとかっていうのが、まあ、ほとんどなくて、そういう意味じゃアマチュアの人には使いやすいんじゃないかなと思いますね。もうグリップ力がものすごいいいですよね。最後踏ん張ってここで膨らむかなっていうところでグッと踏ん張ってくれるのと、コーナーでのブレーキングがすごくこう止まる、走る、曲がるが素直に僕らみたいなもんでも動いてくれるっていったアイデアで、本当に変えてよかったと思います。ポテンザサーキットミーティング、10月2日は筑波コース戦、10月30日は鈴鹿南コースで開催予定。